どうも秋葉大成でございます。いつもありがとうございます。はい、ということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の、音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといった、チャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方最後まで見ていただけますと幸いでございます。今日も、名盤の方についてですねちょっと喋っていこうかなと思います。はい、ということで、本日の、紹介する名盤はこちらでございます。荒井由実さんですね、荒井由実さんの14番目の月というですね、名盤、超名盤になっております。今回このアルバム紹介したいなと思うんですけども、というか荒井由実さんというか松任谷由実さんは、前回パールピアスをやった以来なんですかね、結構バラバラでですね、これもありがたいことにリクエストがあったので、これちょっと紹介したいなと思うのと同時にですね、松任谷由実さん時代のあの紅すずめ以降は意外と紹介してるんですけど、荒井由実さん時代のアルバムって飛行機雲やったっけかやってないっけかっていう、ちょっと記憶が曖昧なところもあるので、なんかちょっと今日は、これ荒井由実さん最後の名義のアルバムになるんですけども、ちょっと今回荒井由実さんということでちょっと お届けしたいなと思います。そして個人的にね、こう夏がこう終わり、こうなんていうか晩夏というか、こう初秋というかというか、この時期っていうんですかね、そういう時期になんか個人的に聞きたくなるっていうのがこのアルバムだったり、するんですですよね。別にこのアルバムってこう季節感というのが限定されてるわけではないと思うんですけども、個人的になんかこの時期、特に最後のバンカって曲とかね、絶対聞きたいななんて思っているので、ちょっとこうね、そんなことも合わさったのでこちらの名盤今日ご紹介したいなと思います。これ言わずと知れた名盤でございます。僕は結構荒井由実さんの名義の時のアルバムはやっぱと結構好きで、その中でももう本当トップレベルで好きだなと思うんですよね。はい、ということでですね、今日もこのアルバムの概要とそれから、収録曲についてですねご紹介したいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると幸いでございます。はい、ということで今回こちら14番目の月ということでございます。はい、これも本当名盤ですね。でオープニングでも言いましたけども、これは荒井由実さん名義最後のオリジナルアルバムということで、ございます。これ以降、松任谷由実名義というかそういう活動になっていくという感じでございます。この時期にご結婚されると、正高さんとという、そういう時期でも、あるわけなんですよね。でですね、これ1976年に、発売された、なので4枚目のアルバムということになっております。で僕は本当に荒井由実さんの名義のアルバムもファーストからすごく、飛行機雲からもミスリムなんて本当超特大の名曲入ってる名盤ですしね。そしてコバルトアワーという、このアルバム自体もですね、非常にこの松任谷由実さんというものをこう認知させたといった、そういった意味でもすごい、名盤として、好きなんですけども、それ以上にコバルトアワーのあの世界観というか、あの洗練された雰囲気すごく好きなんです。ただやっぱりですね、今後松任谷由実さんという形にね、なんかなっていくというか、こう洗練された都会的な部分っていうののこうなんていうか、松任谷由実さんがこれからマジで本気出していくぞみたいな、その過渡期の中でというか、そこの片鱗も見えるし、荒井由実さん時代のこう哀愁のあるですね、雰囲気も見えるしというですね、僕はこのなんていうかこの時期ってすっごい僕は松任谷由実さん自身のこう音楽的なね、なんか知見みたいなのも含めてですね、なんかすごいこう楽しめちゃうっていう、そういうねアルバムでもあるんですよね。でですね、この前作までのアルバムっていうのは、主にあのね、村井邦彦さんが、プロデュースというか、形しておりましたけども、今回のこの、14番目の月から、松任谷正隆さんがプロデュースという側に入ったということで変ですね。なのでちょっとまたそういう意味でも荒井由実さんと松任谷正隆さんがこう思いっきりしっかりタッグを組んだという、そういうところもあって、で結構編曲の片鱗なんかを見るとですね、今後の紅すずめに通ずるようなというか、松任谷正隆さんが非常にこうやりたかったんじゃないかみたいなね、なんかその、その全体的なこうフュージョン感もそうですし、その後ほど紹介する、演奏陣なんかもそうなんですけども、そういう松任谷正隆さんの思考みたいなのもですね、このアルバムから僕は感じる取ることができるということでございます。よくね、独身時代の集大成というふうに言われる、そういう、アルバムでもあるのかなとは、思うんですけども、非常にですね、音楽的にですね、こう全体的な統一感もありですね、松任谷由実さんのこうソングライティングと
という、側面とですね、それと同時にですね、このバックミュージシャンのこうバックトラックというかがですね、で劇的になんというか進化している中でですね、松任谷由実さんの今後の舵というものをこの片鱗というのが見えてくるというアルバムなんですね。でまあアルバムのテーマということで、まあ表題曲14番目の月というね、後ほど曲紹介しますけども、まあこういうですね、なんていうかこう結婚を匂わすじゃないですけど、独身時代最後っていう雰囲気っていうのも、まあ後付けにはなるのかなと視聴者側からだと思うんですけども、まあ詩の内容も含めですね、音楽的なそのなんか、アレンジも含めですね、そういう松任谷由実さん自身のこうパーソナルな部分っていうんですかね、そういうのもこうなんていうか伺えるようにね、考えようによってはっていうのはあるのかなとは思ったりします。この前の時にですね、1975年にコバルトアワーというアルバムというのがですね、オリジナルアルバムのまあチャートとかで上がったりとかしてですね、あの日に帰りたいという楽曲なんかがですね、ドラマに使われたり、シングルチャート1位になったりとか、そういうこうね、松任谷由実さんというのがもうね、ガッとこう、持ち上がった時期というかね、そういう流れでですね、ユーミンブランドというですね、まあ、ベスト版みたいなものを出したりとかするんですよね。それと同時にですね、バンバンのですね、いちご白書をもう一度という楽曲を提供するということが、1975年にあったりとか、ある種こうノリに乗ってた時期的なところをこう過ぎた後、まあそのあるベスト版がこうガッと上がるのもそうですし、まあその中で出された14番目の月ということもあって、これもねオリコン1位になったりとかして、それと同時に過去出されたアルバム、まあミスリムとかですね、そういったものもですね、こうチャート入ってくるみたいなんですね、まあそういういい流れに乗ってるっていうところもね、まああるのかななんていうふうにはまあ思うんですけども、まあそういったセールス的な側面で言うと物語もあるアルバムになってるのかなというふうに思うんですけどもね、まあこのアルバムってね、本当にシングルがないんですよね。シングルがないというこういうところもね、僕は好きな要因になったりとかするんですよね。陰りゆく部屋とかね、そういうのも、アルバムに入らないみたいなねこととかもあったりとかしてですね、なのでこうアルバムとして聞くっていうのも楽しみではあるし、かといってですね、やっぱ名曲はもう本当すごいですよね。もう本当中央フリーウェイ、まあこれはね本当言わずと知れた名曲ですけども、ベスト版なんて絶対常連というか、そしてバンカ一人の季節って、まあ、最後の曲ですけども、これも本当相当すごい、曲ですし有名ですし、あとまあいろんな方にこのアルバム曲の中でもねカバーされるということでですね、本当にもうなんていうかもう外しどころがないというか、一曲一曲のクオリティがまあ素晴らしいし、まあ名曲だらけだということだと思うんですね。まあ後ほど曲紹介しようと思いますけども、もうね、詩の面でもねやっぱり松任谷由実さんのですね、こうね、なんかちょっといいバランスだなと思うんですよ。その松任谷由実さんの、まあ、真骨頂とも言える情景描写とか色彩感覚っていうのが備わってる部分というかね、その絵画的手法っていうのもすごく僕は美しいなとか感動するな、詩だけで感動するなっていうところもあるし、かといってこうなんていうか若干感傷的な部分っていうね、その松任谷由実さんのこうちょっとこう感傷的というか遠征的な側面っていうのも僕は松任谷由実さんのカタログの中でも魅力だと思うんですけども、まあそういうエッセンスも入っていたりとかですね、まあ、全体的にこうね松任谷由実さんのこう心情っていうのも反映されてるのかなというふうに感じる部分もあってですね、詩をとっても本当ね後ほど紹介しますけども、もう面白いですね。はい、ということでですね、こちらのねアルバムはですね、これまでのアルバムコバルトアワーまでですね、まあ主にですね参加メンバーとして、まあ、ティンパンレイのメンバーですよね、まあ細野晴臣さんとか鈴木しげるさんとか、まあ、林達夫さんとか、まあ、松山松坂さんそうですけども、そのメンバーがまあほぼほぼ参加するみたいな、でまあ荒井由実さんといえばみたいなね、もうティンパンレイとのこうつながりってすごくやっぱり認識というか強く意識するかなと思うんですけども、まあ、このアルバムからですね、まあ、ベースは細野さんとかじゃないし、ドラム林達夫さんじゃないみたいなね、そういうまたちょっと布陣の変更があったと。ベースがですね、細野晴臣さんの代わりに、まあ、リーランド・スカラーというですね、まあ、この方が入ってるんですね。でこの方も本当にすごい人で、ね、本当に西海岸とか、まあ、ウエストコーストとかのもう本当ドンというかセッションミュージシャンみたいなね、こともあるんですけども、本当すごい人たちの、まあ、名作とかとこう入ってるみたいなね、ジャクソン・ブラウンもそうだし、ね、ホーランド・オーツであったりとか、フィル・コリンズとかね、フュージョンとか AOR とかそういう部分のね、この方がベースで入ってるっていうね、だから細野さんの代わりに今回すっごい人連れてきちゃったみたいな感じだと思うんですけども、まあ細野さんはねちょっと今回スチールドラムみたいな感じで、入ってるったりの一応あるんですけども、こうウエストコーストのね本当ねつわものですけど、この方のベースが今回のアルバムのですね肝になってきたりするのかなって僕は思ってもいます。もうね
やっぱベースを集中してこのアルバム聴くとまた面白かったりするんですよね。で、まあ本当有名な中央フリーウェイなんて本当まさにって感じですよね。そしてですね、マイク・ベアードという方がですね、ドラムで入ってるわけなんですね。この方もですね、まあね、ドラマーとして超一流というか、こんな人の名作と共演しているというか、この方ジャーニーのですね、まあサポートミュージシャンというか、サポートメンバーとしても、まあ、知られる方かなとは思うんですけども、こういうですね、リズム隊というものにですね、海外の、ウエストコーストの腰を入れてくるみたいなのが、増谷正隆さんなりのこう、なんていうか、新しい境地へのこう開拓心みたいなのがすごくこう伝わるというか、あとまあ AOR というか、この70年代とかのこう、フュージョン AOR 西海岸みたいな音楽の、まあ日本におけるこう、ね、盛り上がりみたいなのもね、例えば風っていうグループの僕紹介した海風っていうアルバムなんかでもこう通ずるようにですね、まあ70年代後半のこういう動きっていうのも非常にこうなんていうか肌で感じることができるかなって思ったりもしてるんですね。ね、まあそれ以外にも日本のミュージシャンもでもやっぱすごいですよね。で、まあ本当増谷正隆さんの、まあ、キーボードっていうのも今回の見どころでもありますし、まあギターはね鈴木しげるさんも入ってたりするんですよね。あと松原まさきさんがね本当にギターとしては今回すごいなと思っております。あとパーカッション斉藤信さんとか、スチールギターの、駒澤博樹さん名手ですけどもね、まあ、そしてですね、なんといってもですね、コーラスがすごいですね。やっぱりまあ増田由美さんのコーラスってまたちょっとおなじみっていうところもあるんですけど、まあ、今回山下達郎さん、それから、大貫妙子さん、吉田美奈子さんとかね、まあ、あと尾崎亜美さんとかもうそうそうたるコーラス隊が入ってるんですよ。で、今回このコーラスっていうのもですね、あまりこうなんていうかこう主張せず、やっぱり曲っていうものにこう合わせたこう美しいコーラスっていうんですか、ここがまた魅力だったりするのかなと思います。メンバーもすごいっていうのは、一つ名盤たるゆえんっていうかね、そういうのあるかなと思っております。もうやっぱりリーランドスカラーのベースっていうのはね、曲にごとにもやっぱ素晴らしいです。本当に中央フリーウェイなんかね、もうまさにこのベースっていうのが浮き立ってるというか、もうあんまりこう目立つプレイというよりかは、どちらかというと曲の中でグルーブっていうのを、このベースっていうのが形作ってるぐらいのですね、まあレベルですごいっていうのもありますし、寂しさの行方って後ほど紹介しますけど、寂しさの行方って楽曲のなんていうかシャッフルビートみたいな、なんていうかマイク・ベアードのなんかドラミングみたいのがすごくかっこいいし、やっぱ全体的なこのアルバムのアレンジってこうフュージョンサウンドのまあ影響が色濃いのかなとは思っておりますですね。まあファーストアルバムの飛行機雲と、まあこの 4作目ってね、4枚しかこう間ないけども、だいぶ結構違った雰囲気っていうか、そういうのにはすごく感じたりしますね。で、まあ今後の増谷由美さんカタログっていうかね、今後のカタログに通ずるものってやっぱすごくあるなと思っていて、あとまあ増谷正隆さんのアレンジで結構やっぱり、まあストリングスとかトランペットとかですね、結構いろんな細かい楽器とか細かい編曲っていう部分ですよね。増谷正隆さんのまあ今後のなんていうかベニスズメのね時も紹介したと思うんですけど、そういうちょっとこうというか異国感を味わわせるようなですね、増谷正隆さんの天才ぶりっていうか、やりたかったこと的なもの、そういうのがすごく伝わってくるんです。なのでちょっとエスニックな雰囲気がある楽曲も僕は個人的に感じたりですね、やっぱり一曲一曲にこう国籍があるみたいな、そういう雰囲気はねすごく僕は感じたりもするんですね。やっぱりですね、まあ本当にホーンとかまあブラスとかね、まあそのストリングスっていうこういうのが全面にサウンドとして出てるっていうのが、特徴でもあるかなと思います。でですね、まあ洗練された都会的って言われたりすると思うんですけどね、これも一応郊外の風と光をあなたに送りますっていうね、なのでちょっとこう、まあ、都会的でもあるんですけども、まあその本当都市というよりかはちょっとこうまあ、サバーブってまあ書いてますけども、まあ、こうアーバンってこう言っていいのかっていうところでよりかは、ちょっとこうおしゃれで都会的だけど若干こうね都市から離れたちょっと洗練された都会みたいなね、そういう雰囲気があるかなと思ってて、例えば曲なんかによるとやっぱ茅ヶ崎が舞台になってたりとかね、避暑地とかそういう雰囲気の楽曲が出てくるんでね、そういう意味で言うとこうもうアーバンザ都会っていうよりかはちょっとこう洗練されてるけども若干郊外の匂いっていうのがすごくなんかね感じるっていうのもあるかなと思います。でそういう意味で言うと本当歌詞っていう部分の増谷由美さんの繊細さとかね、そういうのと本当にこうした形でアレンジとか楽器の演奏とか編曲っていうのが織りなしてるのかなと思います。でまあ本当増谷由美さんのメロディーラインっていうのもやっぱ相変わらず素晴らしいっていうのはこれ間違いない事実かなと思います。非常に哀愁を感じたりもしますよね。
ね。と増田由美さんのね繊細な歌詞っていうのもこうなんていうか大人の女性になる前のちょっと若干少女の残りがも残しつつでも大人になっていくっていうこう結婚っていうものをなんかねどこまで意識されてるかわかんないけどもそういう部分も見え隠れしたりとかっていうね、すごい面白いかなと思います。とでも珠玉のポップミュージックでありまあシティポップとか AOR っていうもののある意味こうなんていうか始まりのアルバムというかね、そういう風に言ってもいいんじゃないのかなっていう風に個人的には思ったりします。アルバムのバランスも非常にいいですよね。ちょっとおとなしい楽曲とかまあこうすごい爽快感にあふれる、ね、躍動的なこうねアレンジの曲とかねそういうこうなんかバランス感覚っていうか曲の配置っていうのもアルバムとしての魅力っていうかねあるかなと思っております。ということでですねまあどんな曲が入ってるかというねちょっと収録曲についてコメントしていきたいなと思います。まあちょっとあくまでちょっと歌詞も紹介するんですけど歌詞は個人的な、捉え方というか意見なのであくまでという感じでご了承いただければなと思います。はい、ということでまず1曲目さざ波、はい、これがもう最高ですね。はい、もう一発目からですね、まあ、このアルバムの顔となってます。やっぱ僕アルバム解説でよくね一発目でもうアルバムのなんていうか世界観というものを作り出すみたいなことをねたまに言ったりするんですけどまさにその典型だなと思います。このさざ波のですね非常にこうねそう疾走感のありですねあかっこいいおしゃれなちょっとこうシティポップに仕上がってる音楽から始まるとですねやっぱやっぱりこの後の曲の期待値っていうのも広がってくるしテーマ性というかあのアレンジ面みたいなところのねなんかの部分は分かってくるというかね、まあ、若干ねちょっとコバルトアワーの雰囲気をこうさらに洗練させた感じっていうのはこう個人的には思ったりするんですけどもまあでも思いっきりこうウエストコーストのサウンド全開っていう感じがします。非常に軽快なポップスから始まるという感じですね。本当上質です。もうベースのうねりからですねギターのカッティングからもうまさにシティポップと言えるべき名曲分厚いなと思います。非常に高揚感にみなぎりますね。パワフルな音楽さざ波での大好きっていう感じです。一発目から最高の仕上がりになってるかなと思います。はい、そして続いて2曲目の14番目の月ですね。まあ非常にこれはね名曲ですよね。これもかなり人気の高い曲だと思うんですけども、まあ、これもね1曲目のポップさというものにこうねつながりというかねその雰囲気を醸し出しつつっていう感じでですね非常にこれもですねもうまあなんていうかねポップなナンバーなんですけども、もうどちらかというとですねこのアレンジとか全て完璧すぎてというかねもうドキドキするぐらいですね恍惚感にみなぎるこうねあのサウンド作りになってるんで非常にですねこれまあすごく AOR 的でもあるけども本当ロックンロール感っていうのが僕はすごい強い楽曲でもあって最高だなと思います。あのイントロからすごいですよね。ちょっとこう低いピアノの音と、ね、それからあのシンセ的な組み合わせっていうんですか、ね、イントロの凝ったアレンジっていうんですか、あとまあそのなんていうか曲と曲との間のこうなんていうか、ね、楽器がこう出てくるとことかこうなんか決めのとことかねすごい凝ってるなっていうところをね、よく感じる楽曲です。でまあこれもねコーラスがやっぱ最高ですし、なんといってもベースの動き非常に、最高です。リズム帯はやっぱ完璧だなと思うんですけども、まあこれもねやっぱりこの歌詞の魅力っていうのも強いですよね。14番目の月って、まあ、このアルバムのタイトルというかテーマ性っていうのがね非常に伺えると思うんです。歌詞の中でもありますけども、次の夜からかける満月より14番目の月が一番好きという歌詞、まあこの歌詞っていうのが本当に素晴らしいなと思うんですけども、まあ要するにね15夜でねこう満月というものがこう作られますけども、次の日から満月ってかけていくっていうね、14の夜はね次の夜には満月だよなっていう、まあそういう時期でもあるじゃないですか。なので明日からかけてしまう15のね15夜の満月よりかは14日目のね、そのね、もうすぐ満月だっていう、この時期がすごく好きっていう、まあそういうね、言い表しだと思うんですけども、まあこれもともとですね、スリランカの愛の別れというですね、高峰秀子さんのセリフが由来してるということなんらしいんですよね。まあ増田由美さんはなんか、ちょっとこう、なんかちょっと知ってはいたけど、その映画見てないっていう、まあそういうところもあってっていう、まあそういう話を聞いたことあるんですけど、まあでも、この映画の歌詞のセリフの部分みたいなのをね見ただけでこうインスピレーション湧くっていうのは天才的だなと思います。まあ、このなんていうか女性心理みたいなのってすごくいいですよね。なんか本当なんていうかねなんか夏目漱石的というか、月というものって14番目が好きっていうここをつくあたりの増田由美さんの才能っていうのがすごく伺えるなと思います。もうこれはねちょっと、ね、賛否あると思うんですけど、個人的に男性心理としてもなんかこう付き合って
ってからよりかは付き合う前が楽しいみたいな、なんかで逆に女性は付き合ってからの方が楽しいみたいな、なんかそのちょっと男性と女性のギャップあるんですけど、男性の心理としてもなんか当てはめることできるなって個人的になんか思ったりしたんですよね。付き合う前段階の方が楽しいみたいなね、怒られそうですけどね。でもすごくいい歌詞ですよね。愛の告白をしたら最後その途端終わりが見える、言わぬが花、その先は言わないでというね。まあそうですよね。なんか二人っていうものが恋人という形に当てはまってしまうと、それらがあとは欠けていくだけという、この物の哀れを描いて素晴らしい。はい、そして続いて寂しさの行方ですね。まあこれも最高ですね。これ若干冬がテーマなのかなと思うんですけども、ね、なんと言ってもですね、リズム帯の完璧さがありますよね。非常にこれですね、シャッフルビート、まあジャージーな楽曲に仕上がってるんですね。この楽曲の根幹となってるのはマイク・ベアードの、まあドラムですよね。まあ、このね、シャッフルビートが天才的だなって思います。ドラムとかベースの中で、松任谷正隆さんなのかな、LP のね、音色と絡まるっていう、これですごい、なんかまた映画的な世界っていうのが、こう、曲聴いただけで、こう、情景って浮かぶぐらいのレベルでですね、やっぱりこう、ジャジーな感じありますね。これもね、なんか松任谷由実さん曰く、学生運動が行われていた時代の恋愛というね、こういうことも言われてるということなんですけども、まあその学生運動っていうのは歌詞には入ってこないんですけども、まあやっぱりこのね、ちょっと前にね、バンバンにいちご白書もう一度みたいなね、なんかああいうちょっとこう四畳半フォークというか、そういう部分ですよね。なんかニューミュージックの過渡期として松任谷由実さんがこの曲を書く意義というか、歴史的な見方みたいなのもすごく面白いですよね。いちご白書にね、つながるなとか思ってますけど、最果ての国で暮らすあなたが帰ってきたのは、穏やかな冬景色が懐かしかっただけなの、どこかで会おうと言って急に電話くれたのも昔の仲間の行方聞きたかっただけなの、悪ぶる私しか知らずあの時旅立っていった、お互い自分の寂しさを抱いてそれ以上は持てなかったの、こんな私でもいいと言ってくれた一言を今も大切にしてる私を笑わないでっていう、この遠回しな歌詞最高じゃないですか。私を笑わないでと、どんな私かと言ったら、あなたが言ってくれた一言を大事にしてる私、その一言とは一体何なの、こんな私でもいいと言ってくれたという一言っていうね、この歌詞が僕すごい好きですね。はい、もうちょっと切ないですよね。なんか学生運動の終わりって、まあね、そのなんかいろいろとなんかね、エネルギーがこう下がっていくみたいな雰囲気というかね、まあ森田童子さんじゃないけど、ね、なんか世界観っていうかね、そういうのすごく感じます。はい、そして続いて朝日の中で微笑んで、これもまた名曲ですよね。これ Hi-Fi セットのまあ、提供曲のセルフカバーだったりとかするんですけどもね、これもね、ギターのね、アコースティック感のあるギターのイントロ、アルペジオみたいなところから始まる、ちょっと若干ゆったりとした楽曲なんですよね。でまあね、徐々に盛り上がってくるんですけども、ちょっとこの僕はね、アレンジメントっていうのがですね、まあこれはですね、まあ映画トーガという映画ですね、中村雅俊さんだったと思うんですけどの主題歌になってるんですけども、僕この曲ってね、なんかすごくね、なんていうかこう高貴な感じっていうんですか、ちょっとこう豪華絢爛とまでは言わないけど、ちょっと華やかな雰囲気っていうか、なんていうかアジアンテイストな雰囲気っていうんですか、ああいう部分っていうのが感じるんですよね。でなんかこういうところも松任谷正隆さんの思考というかが垣間見えるじゃないけど、この後の紅すずめのなんていうか世界観ですよね、あのちょっとアジアンテイストな雰囲気っていうんですか、ああいうところへのこうちょっと入り口としてね、なんかあったのかなって個人的に予想するんですよね。でこれ曲の盛り上がりもすごく良くて、まあ、最初ちょっとこうアコースティックが主流になっていくけど、徐々にこう壮大であって神秘的なアレンジへと変化していく、まあ、ストリングスが盛り上がっていくみたいなところ、このアレンジとってもですね、なんか非常に全体に神秘性みたいなのがまとってる楽曲ですごく好きです。はい、そして続いて中央フリーウェイ、まあ、これはもう説明不要な名曲かなと思いますけど、別格って感じですね。音楽的ですよね。まあ、なんといってもベースラインですよね。まあ、ベースラインが素晴らしい、なんか何かを主張するスラップバリバリのベースっていうわけじゃないんですけども、まあこのベースラインっていうのがとんでもないというか、まあなんかベースだけで集中すると本当毎回発見があるというか、素晴らしいですよ
ね。このエレピのなんていうか都会的な雰囲気っていうのもすごく前面に出てるし、もうまさにこれね、なんか車で走ってるっていうね、なんかその疾走感っていうのをもう本当に音楽で丸ごと体現したなって感じですね。なんかもうベースとかドラムのキックの音のなんか低音域というものと、エレピのこうなんか高音域の絡みの真骨頂じゃないけどね。で、あとなんといってもこの曲僕はすごいいい味出してるっていうのがね、まあ、パーカッション、これ斉藤信さんなのかではちょっとわからないですけども、あのビブラスラップ、あのカーっていうあれじゃないですか、あれが曲の盛り上がるところでカーってこれ入ってくる。もうこのカーというこれがなければね、あるとないとでやっぱ全然また世界が違うんだなっていうね、もう本当すごいですよね。で、まあこれはね、本当に、まあ中央自動車道ですよね、そこのまあ風景ですよね、まあ長福町追い越しね、そしてまあ山に向かっていけばというか、まあ、増田由美さんのこう八王子方向というかね、まあ、都内住んでる方じゃないとあれかもしれないですけど、まあ、八王子方向というかね、そっちに向かう都内からというか、まあ、高井戸がその時あったのか分からないけど、まあ、行くと、ね、でその高速道路中央自動車道を通っていくとですね、まあ、右手に競馬場が見えますと、ね、で左手にはビール工場があるという、まあ、歌詞ですよね。で、まあ、八王子方面に向かう時にそういう風景が出てくるということでですね、まあ、サントリーの、ね、武蔵野ビール工場、そしてまあ東京競馬場のことだということで、でですね、僕もね、このね、個人的にね、よく車でドライブ、するとき中央道結構使うんですよ。で、そういう時にね、毎回あ、この辺りでちょっと中央フリーウェイそろそろだぞみたいな感じで中央フリーウェイを毎回意識して通るっていうね、まあそういう方も多いと思いますし、僕はこういう個人的な楽しみっていうのをねくれた曲でもあるんですよね。でもこの歌詞がもう本当すごいですよね。まあもちろん競馬場とかビール工場っていう歌詞もすごいんですけども、あのこの道はまるで滑走路夜空に続くっていうこの表現がすごいですよね。で実際僕も夜中央道走ってる時になんかわかるなってこう生意気ながら思ったりしますもん。だって速道路走ってて、ああ夜空に続く本当滑走路だなってね、たまに渋滞してるのがイラッとすることはあるんですでもまあね、すごい滑走路のこの表現ってすごいですよね。確かに滑走路のようなね一本道素晴らしい。そして続いて B 面6曲目何もなかったように、これもすごくいい曲というかちょっと悲しいんですけどね、愛犬を亡くされたことを、まあ描いてるちょっと感傷的な曲ではあるんですけども、弾き語りじゃないけどそういう雰囲気ですよね。これまあキーボード増田由美さん自身が弾いてるという、まあ、そういう曲でもあったりとかします。増田由美さんのなんていうか、うん、弾き語りテイストでもまあところどころにパーカッションとか、のまあギターとかのアレンジっていうのがこうグルーヴ感という意味で協力していたりとかして、まあすごくいいです。あとまあうねりのあるちょっとシンセっぽい歌がちょっとこう入っていたりとかね、うん、まあとにかくこの曲もすごくバラードな感じでですね、ちょっと静かな曲なんですけども、まあ、愛犬の喪失感というものがまあ曲としても現れてるのかなと思います。年老いたシェパードが遠くへ行った日、細いムクロを風が震わす、人はなくしたものを胸に美しく刻めるから、いつもいつも何もなかったように明日を迎えるというこの歌詞っていうのが心に刺さる、うん、素晴らしいなと思います。はい、そして続いて天気雨、まあ、これがもう僕は最高です。もうイントロから痺れる楽曲です。これちょっとアップテンポでねいい楽曲なんですけどね、イントロの山下達郎さんとか吉田美奈子さんたちのこう美しいコーラスと、そしてまあアコギとかのこう混ざるこうね、もうイントロからすごいなって思ったりとかしますけど、山下達郎さんっていうのが結構このねコーラスですごいちょっと存在感があるというかですね、もう素晴らしいですね。もうほんと最高の珠玉のポップスっていう感じで、ベースもすごくかっこいいしね、ちょっとこう重たいこうずっしりとしたベースと、まあそしてまあ重たいドラムでガーンと入ってくると、これはあの茅ヶ崎のあのゴッテスというまあサーフショップっていうのが歌詞に入ってきたりとかします。まあ茅ヶ崎とかそういう湘南のイメージですよね。まあサーフィンブームというのがこういうところをいち早く取り入れてくるという増田由美さんもすごいですよね。まあそのなんていうか、まあまさにシティポップという言葉のイメージをそのままっていう雰囲気もあるし、まあ茅ヶ崎とかっていうとこうね、なんかカフェブレッド&バターが
があったりとか、なんかそういうやっぱ湘南のね、湘南サウンドっていうかね、やっぱかっこいいなと思います。本当にブレッド&バター的な世界としてもすごくあるなっていうことはね、個人的に思ったりするんですけど、まあ、素晴らしいですね。増田正孝さんのね、アウトロのねピアノのソロみたいなのもすっごいかっこいいですし、きついズックのかかと踏んで私前を行けばあなたは素足を見てほんの少し感じるかもっていう歌詞とかすごくいいですよね。夏の初めの通り雨ついてないのは誰のせいとかね。で、白いハウスを眺め相模線に揺られてきた茅ヶ崎までの間あなただけを思っていた、優しくなくていいよクールなまま近くにいて、この詩とかめっちゃいいですよね、すごい相模線ね。はい。そして続いて8曲目避暑地の出来事ということで、これがね最高なんですよね。ちょっとこれもねめちゃくちゃアップテンポのサンバ調の曲になっています。ちょっとこうもうほんと異国感のある感じですよ。もうザ・リゾートサウンド感満載です。で、このリゾートサウンドを作ってるのが細野晴臣さんの今回のスチールドラムです。あのピンポンパンポンっていうね、あのこのドラムっていうのがね、もうトロピカルであり、リゾート、南国リゾート感っていうのをすごく、前面に出し、まあ避暑地なんで軽井沢だと思うんですけど、あとなんといっても数原慎さんたちのブラスですよね。もうブラスかっこよすぎるっていうね、そういう楽曲で非常に乗れる。まあこれもトロピカルでもう南国って感じです。はい。そして続いて9曲目、グッドラック&グッドバイですね。これも名曲、名バラードっていうんですかね、ちょっとこうミディアムでもあるというかね、全体的なこうバロック的な雰囲気っていうのをうっすらと僕は感じることができると。で、僕はこの曲のね、なんかこう、なんか、うん、アレンジ みたいなのが、すごいクリスマスっていうかね、そういう雰囲気とかね、うん、がいいんですよ。あと、まあコーラスも最高なんです。降り出した雨にっていうところの歌詞の部分のコーラスなんてすごく神聖なもののようにね、うん、感じたりもします。そしてストリングスなんかも最高ですし、まあこの楽曲もね、バラードというかおとなしい曲ですけども、感想にね、街のざわめき、車の音とかそういうのをこう SE として入れてくるあたりとか素晴らしいですよね。懐かしいあの人に人混みの中で会った微笑む顔が少しはにかむの昔のままだわ。傷ついた恋なのにもう跡形もないのよ。偶然会えたら泣き出しちゃうと思っていたのにという、まあ、昔の恋人にね、まあ、街で偶然会ったという、まあ、そういう情景ですよね。ショーウィンドウを横目で見れば待ち合わせした頃を思うけど、今はもう別々の恋人が待つ場所へと、降り出した雨に追い立てられて急いで行くのよ。やっぱりあなた送ってほしい。私のバスが遠く消えるまで。もうすごいな、過去の恋愛と偶然あったという。まあこれもちょっとね、ちょっと悲しいというか、昇進的な部分もあるけども、名曲だなと僕は思っております。はい。そして続いて最後ですね。これがもう僕は最高の曲です。10曲目ですね。バンカ。一人の季節。これは天才的な楽曲だと思います。もうまさに日本的な側面で、その日本的な風景というもののまあなんというかですね、風情みたいな部分ですよね。そういうものをですね、まあ絵画的に表現する、まあ素晴らしいですよね。音楽的にもね、うん、すごくこうなんというか西海岸な雰囲気も、うん、あるし、でもちょっとこうやっぱおとなしい夏の終わり、まさに晩夏というものを表すアレンジメロディーラインになってるかなと思います。夏のねちょっとこう終わりだけども暑い、まあこの夏の残りの暑さとか残りがみたいな部分、そういうもののね、なんか繊細な部分っていうのをすっごい読み取ってる。メロディーも素晴らしいですしね、これぞ名曲という名曲かなと思います。行く夏に名残る暑さは夕焼けを吸って燃え立つハゲ糸を、秋風の心細さはコスモス。これもなんていうんですか、もう俳句みたいなっていうかね、なんかそういう詩的にも美しいなって思います。やがて来る寂しい季節が恋人なの。まあ本当にこの時期バンカってこうなんていうか、夏の終わりって本当にその季節の中でも、まあ、トップで割ともう秋に向かうところって本当に一番なんていうか昇進的になりやすい季節みたいなね、うん、ところあるのかなと思いますけど、丘の上銀河の降りるグラウンドに子供の声は犬の名を繰り返し麓の町へ帰る。すごいこういう絵ありそうですよね。すんげえ歌詞だなってもう本当に思います。なんか夕暮れが浮かぶみたいなこともあるし、なんか丘の上銀河の降りるグラウンドに子供の声は犬の名を繰り返し麓の町へ帰るっていう、このもう絵画的表現はもう天才だとしか思わないな。でまあやっぱ色彩ですよね。水色とかね、藍色とか群青とか、いろいろなこの色彩感覚とのまあマッチングっていうのが天才的だなと思いました。はい。ということで今回ですね、14番目の月、
ご紹介しました。まあ言わずと知れた名盤のことは間違いないですし、荒井由実さんのラストの名義という形でも、もうこの後の増戸谷由実さんの素晴らしい名盤名曲たちというものをなんか期待しちゃうアルバムだし、まあ本当この晩夏と言われる夏の時期、秋の始まり、まあこんな時期におすすめの名盤でもあるし、まあとにかく増戸谷由実さんの歴史を語る上では絶対欠かせないアルバムということで、今後もね増戸谷由実さんの名曲名盤などご紹介していければなと思います。ということで今回以上になります。長い間ありがとうございました。ではまた。ありがとうございました。